みんな握手会来てって言ってるよ、神が。よく頑張ったね、みんな一週間お疲れ様。こんばんはです。今日は映画飯投稿の日なんですけど、ちょっと画像が間に合わず、明日の朝の配信で投稿します。お疲れ様です、イエイ。優しい、チカちゃんも頑張ってるねって優しい、ありがとう。こんばんは。見て、もうさ、髪の毛が伸びてきてん。暗い髪の毛が生えてきた。そう、今日は珍しく毛先がくるんってしてます。うわ、あ、ポップコーンのギフトかと思ったらちょっと違った。あ、そう、28時間のやつが今日解禁されてたよね。そう思って、俺そう待ってね、みんながストーリー上げてて思った。28時間の予定表、ちょっと待ってくださいね。28時間の予定表を今探しておりますからね。あった、28時間テレビ2024挑戦。出るのは、私が出るのは最強ユニット決定戦、久しぶりのネクポジです。ちょっといろんなユニットが最近ね生まれてきて、なかなかネクストポジション何年ぶりってぐらいのレベルやねんけど、もうおそらくさ本当に最後なんじゃないかレベルじゃない、多分。なおも減ってルカちゃんもいなくなっちゃうので最後かもしれないネクポジです。見に来てください。ユニットの先輩ですユニットの先輩です。あとはチーム S 企画もあったり、朝から朝鮮テレビとかあんじゃん。ちか早起き大好きだからやりたい。あとはもう出てんのかな、どこで誰が出るんか。ミッドナイトのやつ出たかってんけど、私ちょっとまだ大人メンバーじゃないということで。まだお預けということで、みんなにはミッドナイトやる気満々なんだけどな、いろいろ。なんかみんなにトーク会でもさ、まあいろいろ言われることあるんですけど、やっぱりね、まあいろいろあるんですよねいろいろとは。いろいろとはそうなんですけど、まあ見たいって思ってくれるなら、まあそれなりの、まあ残さなきゃダメなところもあるのでね、いろいろ勝手にミッドナイトやりませんよ、誰得ですかそれミッドナイトやる気満々なんですけど、ちょっとなかなかみんなの応援がまだ足りないみたいなのでお預けです、そうなんですよ、いろいろやるんですけどね。まあ来るもの拒まず精神ではやらせていただいてるんですけど、そこまでのね
なんですよね、なかなか。応援してください。てか朗報だよ、みんなに。朗報です。今握手会トーク会写メ会が受付中やねんけど、まあこんな感じですね、ラインナップは。このバッテンの日がありがたいことに完売です。まだまだ会いに来れる VIP あって、5月11日に制服写メ会やねんけど、まあその日にまあ1枚目からちょっとさすがにインパクト強いのは、その1枚がちょっと残っちゃうのは恥ずかしいので、2枚目以降でなんか面白いことできたらなと思って、まあ、ドンキーコングをかぶりたいとか言ってたじゃん。待ってて、言ってたじゃん。でね、まあ、ファンの人に誰かユニバ行った人買ってきてよみたいな、買ってきてみたいな言っとってんけど、もう本当にどこも売り切れっぽくて、あーもうこれかぶれへんわみたいな思っとったら、まさかの私のお父さんのパピーのお友達がなんか入手して、ティリーン、かわいい、かわいいんだけど、かわいくない、面白すぎ、なんか、そこでいただけるんですかみたいなところから、チカコング、チカコングになるの。ちょっと今髪色あれやけど、どうなってんのこれ、見えへん、ねえめっちゃかわいい、11日はね、これ着て写メ会するからね。これ着るから、これかぶるの。かわいくない？そう、ネクタイもあるんだよ。今日のスクショタイム、これ着て5月11日の写メ会はいるので、ぜひユニバデートしに来てください。そう。1枚目は制服普通に変わるぞねんけど、2枚目以降はこれかぶるので、ちょっとだからかぶる時間がかかるので、いつもよりちょっと長めな気がする。写メ会この日はマリオ持ってるとかぶってきて、任天堂できて、めっちゃ可愛くないこれ。はい、チーズ。かぶる時間長めでしたから。でもこれをね、お父さんに自慢したらさ、父も欲しいらしいからさ、じゃあこれ2つでかぶって今度ユニバー行こうって話になって、でもまだ見つかってへんから、みんなユニバー遊びに行った人これ見つけたら、お土産待ってます。父と2人でこれかぶってね、ユニバー行く。宣伝して、これで。もちろん11日だけじゃないよ、全日程来てくださいね。悪い顔、あ、悪い顔もおすすめ。写メ会ポーズこれ激カワなんだけど、これそこユニバーしか売ってなくて、逆に12日は可愛いパジャマ着てるので、お、遊びに来てください。可愛くない？ちょっとなんかかぶり方むずいけど、はい、私も宣伝します。これで写真撮ろう、自撮りするね。じゃあみんなも宣伝してね。パジャマの日はね、パジャマの日もティムのカチューシャかぶるから、土日ちょっとユニバデーかも。でもこれね、本当に売ってないんだよ。
ちょっと待って、全然漏れへん、全然漏れないんだけど。どうやって撮る？ブギ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 、継続中継続中継続中継続 DK。ストーリーも撮っちゃおう。かわいい。今すぐ会いたいよ、empty scratch for you。どうだけこの想いを。ごめんなさいね、写真撮影長いんですよ、見ててくださいね。え、これもう当日忘れたら終わる。私ストーリーも撮ろう。今ストーリーあげる。まだあと15分あるよね。よし、なんかいいエフェクトあるかな。なんか漏れないです。じわじわ。なんか思う思うなんですけど、あ、嬉しい。最近プレイリスト、チカがねストーリーでたまに曲をあげんねんけど、最近クレイジーフォーユーっていう歌をが流れてきて、なんか聞いたことあんなっていう曲で、多分ドラマの主題歌っぽかってんけど、何で聞いたことあんのかは分からんかった。かわいい。ただけかな。長いでしょう、アイドルの撮影タイム。なんかあんまりね、思われてないんですよ。これでいい。25、気をつけます。これでリンクも貼ろう。いつの分やって、めっちゃ気に入ってる。結構みんな遊びに来てないと奥会、やっぱり一番のさイベントはこれじゃない。奥司会、写メ会。どうだけこの想いは、夜空は君へのカッサラハートを。
ちょうど1ヶ月後だね。しかもちょっと待ってくださいね。ストーリーあげました。やばい、結構気に入っちゃってる。絶対忘れへんようにします。多分おそらくみんなが当日の朝か前日の夜にちゃんと荷物入れたって言ってくれると思うので。かわいい。なんかさ、初め販売された時さ、かぶるん、誰がかぶるんとか思ってたら、なんか一番自分のがノリノリでかぶってる。しかもちょっとさ、髪色とマッチしてるからさ、今かわいい。なんかユニバ行った気分。これね、冬かぶるといいんだよね。ちょっとなんかこざつい。いつまで写真撮ってたんだ感じの。はい、もう終わります。すいません。あ、お風呂お風呂できたし、はい。グッドタイミングだよね。ということで、皆さん、写メ会、特会、握手会、遊びに来てください。やっぱり今一番会いに来れるイベント、そして会いに来れる時期に来ないと。いつ来るんですか。なんか最後でね、バーって駆け足よりなんかしっかり余裕持って、なんかみんなで掴み取りたいなって思うので、こうギリギリじゃなくて、お待ちしておりますね。かわいいね、君。かわいくないね、ドンキーコング思ってるよね、来いって。遊びに来い。かわいい、ドンキーコングね、ドンキーかわいいよね。こう見たら好きな任天堂キャラドンキーになりそう。いや、似てきたよね、顔こう見ると。多いね。兄弟じゃねえよ兄弟じゃねえ。今兄弟っていうに言った人、絶対兄弟と思った人、絶対会いに来てね、来てね。チカコング語呂良すぎ。0時までしようと、日付変わるまで。かわいいね、ドンキーコング。でもドンキーコングってなんか悪者っぽい役だったよね、あのスーパーマリオブラザーズ映画見たら。結局なんかいい人になんねんけど、初めは。かわいい、ユニバ行きたくなってきた。ゲームでも最初はマリオの敵だったんだって。任天堂だと昔はベビーピーチ、あ、マリ、あのスんマリオカートで言うと
ベビーマリオピーチが好きやった。ルイージー、リージーとか。あ、邪魔するギャルだってキャラだったんだ。カロン、カランコロン。みんな何選んでた？マリカ、あ、ヨッシー、ルイージー、マリカキャラ、ノコノコ。ノコノコってお金持ちのイメージあったんだよな。ドンキーコング、クッパ。うわ、クッパ食べた。なんかさ、韓国ドラマ見てからクッパずっと食べたいねんな。ワリオ、マリオ、あ、似てるからドンキーコング選びました。かわいい。ルイージ、キナコ、キナコじゃない、キノコ。よし、キノピオ、ちょっと私ドンキーコング選んちゃうかも、今だったら。まあでも確かにドンキーコングはさ、重いからね。ただパワーがあったから、ぶつかった時とか強いよね。いや可愛いよね、プリンセスも可愛いよね、ピーチデイジーも。ちかずっといたずらしてた。いいな、スイッチ欲しいな。絶対やらへんねんけど、スイッチ欲しいな。なんかメンバーがお家来た時に一緒にやりたい。うわ、スイッチ欲しいな。でも絶対やらん、やめよう。多分ゲームするなら映画見ちゃうと思う、一人だったら。え、ちかピーチに憧れたよ。でもあんま意外となかったかも。ベビーピーチマリオとかルイージーとか、そっちベビーキャラ選んでた。今はね、お洋服が欲しいね。握手会とかできる。でも楽しい。これ着ようとかルンルンで選んでるの。結構ね、あんまり今回ね、まあ衣装とかそんな決めずで、写メ会の日はね、制服着たりパジャマ着たり。この幕張25、26は私服で、楽しいお洋服選んでるの。で、6月15、16写メ会はカップリング曲と、あとあの生写真、生写真じゃない、生誕 T シャツとドライズ10周年 T シャツとか、みんなでお揃いで着れる T シャツ系が来ます。あとトーク会は私服、トーク会は基本ね私服で今回やりたいなと思って、やっぱりみんなも私服楽しみにしてくれてるのも多いので、写メ会はね、みんなで思い出に残る一枚撮りたいし、ぜひぜひ。あー、やらかしい。ゴミ散乱。大丈夫。悩んでる魚、あなた、ぜひ。もうおそらく特化の時は髪色は落ち着いてるねんけど、でも多分絶対抜けてちょっと明るくはなってると思うけど、お待ちしています。ねえドンキ、相棒。昨日ね、あのアフタートークの時に、髪色何がいいですかっていうファンの人いてね、可愛い私のファンの人なんですけどね、なんかメンバーもみんなが今ちかさん金髪だから金髪はっていう提案したら、なんか本当にしてくれたっぽくて、今コメント見たら嬉しい。なんかまねっこしてくれるの嬉しい、みんながそういう風に。
あと1分。ありがとね、弾丸で見に来てくれて。ドンキと同じ髪型、まあこの色か。でもね、するけどね、こんぐらいの色に。真似できない髪型的にね。また明日、また明日も朝配信する予定です。明日はちょっと遅めにしようかな、9時くらい、土曜日なので9時くらいに配信します。まったり配信です。でもみんなが一番好きな髪色して髪型してね、そして会いに来てね。それでおやすみ、1週間お疲れ。早起きするんだよ土日も。バイバイ。